はい今回は小沢一郎さんが岸田の所信表明を批判したニュースと、えー、意味不明なものを求む件、こちらについて考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。えー、このですね意味不明なものを求む件というのは、まあ、後の方で、えーまあ、お話ししていこうと思います。ちょっととででですね sns ままああ面白いことがありましたので まあこちらを考えていきます。で、もちろん前半の内容ですね。この岸田の所信表明演説、見た方も多数いらっしゃると思いますが、全くもって意味不明ですね。そちらに関して小沢一郎さんが手厳しく批判していると。な、少し前に山本太郎さんのお話をさせていただきましたが、小沢一郎さん、山本太郎さん、非常に言うことがまともな政治家であると思います。岸田の言ってることっていうのはおかしいなと思っている国民が多いわけですよ。そういったことを政治家の方が指摘していただいていると、まあ、そういった内容です。今回はこ こちら、ですねニュースに、えー、なっているわけですね、でどういうニュースかということをちょっとお伝えしていこうと思うんですが、岸田がですね10月23日、所信表明演説をしたと、で、えー、岸田はですね今後3年程度を変革期間と位置づけ、持続的な賃上げ、設備投資の拡大を実現するため、支援を集中すると言ったんですがあ、この時点で意味が分からないですね。 持続的な賃上げできませんから、あ中小企業って今厳しいんでね、うん、もしそれをするんであれば積極財政が必要ですが、そんなことを言ってる気配がどこにもないし、うんまあ、岸田っていうのは基本的に緊縮財政、あるいはですね、えー、消費税増税とかそういう財務省側の考えなんで、えー、この話が全く訳が分からないんですね。さらに続いて、えー、岸田はですね変化の流れを絶対に逃さない、掴み取るの一点だ、一丁目一番長は経済だ、経済、経済、経済っていうね、えーまあ、多くの人が関心を持ってる、えー、この謎のフレーズですけど、まず、 えね、その岸田が言ってる経済、経済、経済でもいいですよ、経済を良くするために何が必要なのかというと、消費税を減税、消費税を廃止することです、これをしない時点で話になりません。 日本の経済を考えるのであれば、日本国民の個人消費の負担になっている消費税、これを廃止するべき、日本のです、ね、中小企業の、まあ、倒産のかなりの割合を占めるこの消費税ですね、黒字赤字にかかわらず、消費税の納税義務から中小企業が経営破綻する、そういうことが分かっているので、それを廃止するべき。 さらに10月1日からインボイス制度というのが始まりましたが、免税事業者、売上高が1000万円未満の方に対する実質の消費税増税を課しているわけですね、だから経済を考えるんであれば、消費税廃止、インボイス廃止、このことが絶対に必要なんですよ、絶対にと言って過言ではない、しかし、岸田の口からは消費税廃止も出てこなければ、インボイス廃止というものも出てこない、これを廃止せずして、日本の経済が良くなるはずがない、別に全く難しい話でもなんでもないです じゃあ岸田っていうのはあこのあこの後に、ね、最後の方に、えー、求むっていうことについて、えー、考えていこうと思うんですが別に岸田っていうのはね日本経済を良くしようとなんて思ってないんですよ、うんえー、岸田の頭の中にあるものは全然違うんですよね、えー、増税だったり、えー、財務省の顔色はどうかなとかね、えー、経団連とか経済同友会の者たちはどう思ってるのかなとかね宗、えー、主国は自分に何を言ってくるのかなって、ね、国民の方を全く向いてない岸田です。 で今度、ですねまたちょっと続いていくんですが、もう本当に言ってる意味がわからないんですよね。賃上げ税制を強めるために減税措置を実行する、えー、ね経済対策で、変革を力強く進める供給力の強化、不安定な足元を固め、物価高を乗り越える国民への還元の2つの車の両輪とするとかって言ってるんですが、まあまあまあ、意味がわからないですね。で、小沢一郎さんがこのことについてご指摘されてるんですが、あの、<laughs> 物価高を乗り越えるどうのこうのって言うんだったら、うん、まあ消費税、えーまあ、廃止でしょ、消費税時限、えー、的に中止でしょ。うん、で、えー 国民への還元をって言うんだったらあ、増税するなよって話なわけですよ。岸田は頭の中で経済、経済、経済って、どっかのタイミングでね、えー、増税しよう、増税しよう、増税しようと思ってるんで、もう国民にもう見抜かれてますからね、僕もそうですし、立ー様も思ってると思うんですよ。もう一刻も早く退陣するべきだと思いますけど、そして小沢一郎さん、この岸田のことについてですね、えー、手厳しく、まあ、ご意見をしてされてるわけですね。 岸田は所信,所信表明演説で、変化の流れを絶対に逃さない、掴み取るの一点と言いますが、もはやすべてが意味不明の総理の妄想、本当におっしゃる通りです。何言ってるか意味がわからないです。 ポエムのののは中身ゼロの官僚の作文と小沢一郎さんんも思ってるですね。岸田というのはこういうできた原稿を読んでるだけです。官僚が、ね、意味のわからないことを言っているとで、このままでは社会は壊れ、人口が減ると、日本を滅ぼす岸田を一刻も早く終わらせる必要があると、本当にこの小沢一郎さんのおっしゃる通りです。本当に岸田がです、ね、政権を維持し続ければし続けるほど、日本経済が疲弊して、国民生活が本当に厳しくなっていく、日本社会の崩壊につながるということです。 で岸田はです、ね、今回、経済、経済、経済と3回強調して、何よりも経済に重点を置いておく、持続で持続的で構造的な賃上げを実現するとのともに、官民ね官民連帯による投資を積極化させていくとかって言ってるんですが、意味がわからないですよね。うん あの賃上げできないですから、今、日本の中小企業って、えー、やっていくのがなんとかかんとかっていう感じじゃないですか、で倒産しているところも多い中で、賃上げするんだったら積極財政でお金を投入していかないといけないんですが、まあ、そんなこともしない、でまあ、するとしたらあ分かりませんが、えー、岸田の周りにいる大企業でしょうね、経団連、経済同友会に。 まあ法人税減税という形でまあやるのかどうか知りませんけど、そんなんではよくなるはずがないんですよ。小沢一郎さんがこのようにおっしゃってます。本当に小沢一郎さんっていうのはね、えーまあ、ものすごく頭がいい方だと思いますが、本当にこのおっしゃる通りですよ、岸田の経済、経済、経済に対して経、経済ダメ経済ダメ経済ダメが正解。うん、この通りですね 円安物価高で国民生活、厳しいわけですよ、1ドル150円の円安からの物価高、えー、国民の給料はですね17ヶ月連続で手取りが下がっている、スタグフレーションの状態に入って、それこそ経済が今、回らなくなっている状態ですね。で、このことに関して、岸田がしている異次元緩和が原因だと、アベノミクスから始まった安倍晋三、黒田、そしてそれを継続する岸田のこの異次元緩和っていうものが、大きな経済の悪くなる原因となっている。 うん、岸田は妄想ではなく現実を見るべきって言ってるんですが岸田は現実を見ているのか現実を見ていないのか見ていても何とも思わないのかなん、えー、だか知りませんけどそして岸田は口で言いますね国民の皆様の聞,聞く力を、ね、何も聞いてないですからね、うん、何言ってるのか意味が分からないんですよ。日本語とはとてもじゃないけど思えないからね。うんで あのー、ここからですねちょっと SNS にあった面白い、えー、まあ僕たち、まあ、日本国民がですねあんま使うのか使わないのかわからないけど、まあ、見るある単語があるんですよ。「求む」っていう言葉あるじゃないですかよく「何々を求む」とかね。でこの「求む」っていうことがこの岸田とちょっと関係あるんじゃないかって、まあ、そういったことをちょっと考えていこうと思うんですけど。 求むっていうのは、どういう意味かというと、探し求めると、手に入れたいと、まあ、願っていると、えー、岸田は何を求むのか、まあ、求めるって言いましょうか、岸田は何を求めているのかという話なんですが、日本国民のことなど全く見ていないんですね、えー、ま強、あ、いて言えば、岸田が求めているものってのは、自分に対する票ですね、票、票伝、あるいは自分に対する支持率アップ。 なんとか支持率上がらないかな、なんとか自分に票が集まらないかな、えー、どうしたら票が集まるかなということで、えー、住民税非課税世帯に対する、えー、お金をね、えー、給付したりとか、うん、本当に経済を良くするんでしたら、日本国民の9割が経済的にひあの貧困化している今の状況で、全員に給付金を配るは必要があるんですが、そういうことはしないわけですよ。だから、あの岸田っていうのは、本当に経済のことなんて全く考えていない。 で、岸田が減税という言葉を口にするんですが、これっていうのはポーズなんですよ、自分に対する票、あるいは自分に対する支持率、それが欲しいから、減税するぞっていうんですが、あ何を減税するんでしょうか、法人税を減税する、国民のためにならない、所得税、減税しようかな、し,しないかな、うん、別にね、えー、所得が上がらない国民にとってはさほど関係がない、1年間でね、そ,のそこから得られる恩恵が、本当にごくわずかです。 最も日本国民が恩恵を受けられる消費税を減税しないわけですよ。国民の個人消費の活性化になる消費税、あるいはです、ね、中小企業が倒産する原因となっている消費税、これをなくすことによって経済が幾分か良くなるわけですよ。それをしないわけですよ。そして岸田は用意された原稿を読んでいるだけ、意味不明な内容を書かれたものをそのまま読んでいるだけ、日本国民にバレバレです。だからこの求むっていう言葉が出てたんで、僕,僕は思いますし。 まあ、皆さんも思ってらっしゃると思いますが僕たち日本国民が望んでることは、えー、ほぼ同じなんですよ。一刻も早い岸田の退陣ですね、うん。日本国民は岸田の退陣を求む 多くの日本国民がそう思っているはずだと思います。このですね岸田の初診表明演説っていうのはいろいろ話題になっておりまして、多くの人がそのように思っているでしょうし、まあ僕もそう思いますので、まあ、ちょっと一度でお伝えできないところがあるんですけれども、今回はこの小沢一郎さんのまあ件が話題になっておりまして、そちらの観点からお話しさせていただきました。共感していただけるものがあれば何よりですっていうことで今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。